皆さんこんにちは。ドラゴンボールスパーキングゼロのプロデューサーの古谷と申します。本日はよろしくお願いいたします。本日は発売前最後のアナウンスとしてゲームモードの詳細と本編に実装するキャラクター2点に関してそれぞれお話しできればと思います。まずはゲームモードの一つ、エピソードバトルについてです。エピソードバトルは8人のキャラクターから選んだキャラクター目線でアニメの物語に沿ったシチュエーションのバトルを楽しめる一人用のモードです。プレイしていただける8人のキャラクターはご覧の通り、悟空、ベジータ、ゴハン、ピッコロ、ミライトランクス、フリーザ、悟空ブラック、ジレンとなります。各キャラクターごとにボリュームは様々です。例えばジレンはドラゴンボールスーパーの力の大会で登場したキャラクターのため、バトルステージは力の大会編での戦いのみとなっています。一方でボリュームが最も多い悟空についてはドラゴンボール Z のラディッツとの戦いから始まり、ドラゴンボールスーパーの力の大会編の戦いまでのバトルステージが用意されています。ステージは限られますが、各キャラクターとも作中で描かれていたシチュエーションでのバトルに加え、作中とは異なる展開、シチュエーションでのバトルもありますので、ぜひキャラクターになりきったつもりでお楽しみください。次にカスタムバトルについてご説明します。こちらはオリジナルのシチュエーションのバトルを楽しめるモードです。カスタムバトルでお楽しみいただけるバトルは、基本的にキャラクター同士の会話やシチュエーションを表現したカットシーンに始まり、そのバトルのタイトル、バトル、バトル後のカットシーンで構成されます。カスタムバトルモードの中にあるエクストラバトルでは、ゲームオリジナルの様々なシチュエーションや条件が課されたバトルを30以上用意しております。特殊な仕掛けが用意されているものや非常に難易度の高いものもありますので、腕に自信のある方はぜひチャレンジしてみてください。一方エディットモードでは、プレイキャラクターやバトル前後のカットシーンやバトル中に起こるイベントなどをプレイヤーの皆様が自由に設定してオリジナルのバトルを作ることができます。このカットシーン作成とバトル中のイベント設定について少し詳しくお伝えさせていただきます。カットシーンについて、バトル前バトル後とも5つのカットを作成してつなぐことができます。バトル後のカットは勝敗などに応じて異なるカットを設定できますので、特殊なエンディングを用意されたい方はぜひ活用してみてください。1つのカットの中での設定項目としては、キャラクターの配置、ポーズ、表情、エフェクト、字幕、カメラワーク、BGM、モノクロやセピアといった画面効果などがあり、すべて選択式で設定します。字幕についてはボイスはつきませんが、5000以上のベーステキストとなる文章が用意されており、一部の名詞は別のものに置き換えることもできますので、組み合わせて皆様の思い描くシチュエーションを作ってみてください。続いてバトル中のイベントについてです。バトルの特殊なルールや条件を設定できるようになっています。例えば自分のヒットポイントが 30% 以下になったら強制的にスパーキングモードになるや、戦闘時間が30秒経過したら相手が控えのキャラクターと交代するや、相手を一人倒したらカットシーン発生など、バトル中に起こるイベントを設定できます。組み合わせ次第では非常に複雑なバトルルールや勝利条件をリアルタイムに変化させることなどもできますので、オリジナルのバトルを盛り上げる仕掛けとして役立てていただければ嬉しいです。作ったものはアップロードして世界中のプレイヤーの皆様と共有できますので、ぜひ皆様の思い描くシチュエーションのバトルを披露し合って楽しんでください。以上がゲームモードの説明となります。最後にキャラクターに関してご紹介できればと思います。まずはこちらの映像をご覧ください。どうぞ。Here I come! I will destroy you! I will defeat you! I'm not going to lose! Not giving up! But if I win, you have to leave this planet untouched! Deal?All right. My goodness. You must be some kind of idiot to face me. Here I am. Yeah! I'm not done yet! What do you say we continue this fight on equal footing? God to God. Yeah!
control the unstoppable might of the Freezer Force! The whole universe is watching with bated breath to see the shocking climax in my theater of revenge! Soon the world I've been dreaming of for so long will be made manifest. Forging a new world isn't for you to do. It's up to us humans! Hey, let's go! I'll blow everything away! Seriously? I'll take you out! This is the end for you! On the pride of the Saiyans! Well then, let's carry on, shall we? I must be victorious! Triangle Danger Beam! I'm not going to lose! Son of a... Better not embarrass Master! What? You'll have to excuse me. What is put to trust in me? Can't back down! Everything I've got! All into this one attack! Like there's lots of powerful opponents still out there. Kakarot! You wanna die? Yeah. Try me. Don't know when to die. It's over now. Kamehameha! Prepare to die! I'm not done yet! I won't be defeated as easily as my brother. It is I who decides who lives and who dies! I won't show you any mercy. Not until I rip out your throat. Well, does my resurrection surprise you? You'll never conquer me. Never! Suppose I could run you over before I kill Goku. Commencing the final test. There's nothing you can do. You're just a gnat, buzzing around me like a pest. Dead zone. It will absorb everything. Those who mocked and belittled my genius shall suffer the consequences tenfold. Yes! I feel like my old, young self again. I fear nothing now. Face me if you dare. I'll crush you. Have you come for the fruit of the Tree of Might? With the gift of my new power, I now have no equal. I will dominate this galaxy. Eat this! You'll be feeling this one! Electric Buster! Get back! Trunks! I'll take over! You will not spread your evil to this planet! Disappear! I am neither Goku nor Vegeta! I am the one who will destroy you! いかがだったでしょうか。本編のプレイヤブルキャラクター数は182体でした。今ご覧いただいたドラゴンボールスーパーのキャラクターに加え、少年期の悟空と劇場版にも登場したキャラクターもプレイヤブルキャラクターとして本編でお楽しみいただけます。お楽しみいただけるキャラクターの幅広さはスパーキングシリーズにおいて重要視していた要素の一つなので、開発初期段階から前作を大きく上回るプレイヤブルキャラクター数実現に向けて取り組んでまいりました。ぜひ好きなキャラクターで皆様の思い描く様々なシチュエーションのバトルを楽しんでください。
そして最後になりますが、予約特典に関してもこの場をお借りしてお話しできれば幸いです。これまで明かされていなかった予約特典のプレイヤブルキャラクターは孫悟空ミニでした。このキャラクターは2024年10月より放送予定の新アニメシリーズドラゴンボールダイマに登場する新キャラクターとなっております。どんなバトルができるのか、その様子は後日解禁しますので続報をお待ちください。発売までいよいよ残り約3週間となりました。通常版だけではなく、発売より少し先に本編をプレイすることができるアーリーアクセスが入ったデジタルデラックスエディションやアルティメットエディションなど、さまざまな販売形態を用意しておりますので、ぜひ詳細をチェックしていただければ幸いです。今後ともぜひドラゴンボールスパーキングゼロをよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。